にちは、パステルアーティストの水上です。今回はですね、僕が普段から使っている画材の紹介をしていきたいと思います。はい、まあ、以前にもですね、画材一式の紹介動画というものをこう出したことがあるんですけども、まあ、今回はですね、まとめてではなく、まあ、個別にですね一個一個こういう画材を使ってますみたいな動画をですね、作っていこうと思ってます。はい、まあ、そうするとですね、視聴者さんも、まあ、見たい分野だけね、見ることができますし、まあ、僕としてもですね、その一個一個、掘り下げて説明できると思いますので、はい、今回こういう動画としてみました。はい、では、早速ですけども、紹介をしていきたいと思います。まあ、まずはですね、本来ならパステル画材のね、紹介をしていこうと思ったんですけども、まあ、最近並べ替えてますかみたいな感じの動画をですね、出しましたので、画材は、まあ、ちょっとね、後々やっていこうと思ってまして、でまず第1弾としてこちら画用紙の、紹介をしていきます。はい、こちらなんですけども、僕が普段から使っている画用紙なんですが、このドラパスというメーカーの A4 サイズですね。こちらを使ってて、で普段からですね、僕はハガキサイズとしてこう使って、まあ、この A4 をハガキサイズとして切って、使ってるんですね。はい、でその辺の流れもですね、今からちょっとやっていこうと思います。はい、ではね、ちょっとこう道具を用意しますので、まあ、ちょっと一旦、お待ちください。はい、はい、ではね、やっていきたいと思います。まあ、普段僕がですねこんな感じで、やってますというような感じになります。まずはこちらですね、まあ、1枚こう取りまして、これをですねはがきサイズに切っていくわけなんですけども、一応こっち側に糊がついているので、こっちをね、切り取ります。はい、でこのカッターマットにですねはがきサイズはこれぐらいですよという目印がついてますので、まあ、その辺もこれね助かりますよね。一応これ真ん中に置いてあるので、それをただ単純にもうまっすぐ2つにいっちゃいます。はい、まあ、ちょっとだけねはがきサイズとはね違ってくるかもしれませんけども、まあ大体でいいと思ってるので、はい、こんな感じでですね A4 サイズの紙をはがきサイズに4つにして使ってます。でこれをですね、今度こっちのカッターマットにこう置いてですね、マスキングテープで留めて使ってるわけなんですけども、このマスキングテープのここの幅ですよね、これも、まあ、何でもいいんですけど、ここの厚みですけど、ただこれぐらい厚い方がマットがね汚れたくて済むので、そんな感じでね僕はこれを使ってます。まあ、全然細くてもいいですし、まあ、ぶっちゃけね別にこれ留める必要もないじゃないので、ここもね、このなんでマスキングテープで留めるんですかっていうお問い合わせもあったんですが、まあ特に理由はなくって、書き上がった後にここにね白い枠みたいなのが残るのが、ただ僕個人的にはそれが好きやったんで、こういう感じで貼って使ってます。はい、
まあ今回はねこんな感じで、僕が普段使っているこのドラパスの画用紙をこんな感じで切ってこんな感じで貼って使ってますという紹介動画になります。でちょっと今思いついたんですけども、僕はこのね、ドラパスのスケッチブックを使ってますが、私はこんなスケッチブック画用紙を使っていますと、もしくはその使ってる方がこれはめちゃめちゃいいですよとか、もしくは逆に、この紙わからないで使ってみてくださいみたいなのがあったら、ちょっとねコメントとかメッセージとか、まあ、あわよくば直接問い合わせの方から言ってくだされば、ちょっと比較動画をですね、やってみてもいいのかなと今、思いつきました。はい、まあ、なのでですね、ちょっとこう私はこれを使って書いてますというのがありましたら、お気軽にコメントいただけたら嬉しいです。はい、まあ、今回はね、この簡単な、紹介動画となりますけども、また画材のですね第2弾第3弾とやっていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい、では今回は以上となります。